皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ここから道場第23回目です。高校3年生の楓です。お願いします。こちらの番組お願いします。こちらの番組は15分の番組で、心と体の回復力向上のためのヒントなどをお届けできたらなと思っています。ではまず心の担当してくださるひかるちゃんです。お願いします。皆さんこんにちは。なんかあっという間にもう2月になったなという感じで、はい、なんとなく最近春の気配を感じてて、ちょっとウキウキしてるひかるです。よろしくお願いします。お願いします。次に体の担当してくださる旅人マッサージ師まさしさんです。はい、体の担当です。旅人マッサージ師まさしです。よろしくお願いします。お願いします。はい、では今日のテーマは、スライドお願いできますか。はーい、どん。はい、基礎体温でやっていこう、話していこうかなと思っています。で、皆さん基礎体温って何度ぐらいですか。ひかるちゃんは何度って知ってますか。私低めなんですよ。結構いつぐらいからかな、結構低めで、高校生くらいで基礎体温とか、女子って測らなきゃいけなかったりとか、なんかね、こう指導が入るというか、で基礎体温測り始めて 35.7 とか、でなんとなくその時代は基礎体温低めな女子がイケてる女子みたいな、なんとなくありましたよね。はい、なんか低い女子イコールちょっとアンニュイな感じみたいなので、うん、お低いやったみたいに思ってましたが、今はちょっと上げたいなと思ってます。そうなんです。まさしさんは何度ぐらいですか。多分ですけど36度5分前後で、うん、その結構体温計によっても違うかなって気がするんですよね。そうなんですね。結構おでこにピッてあるやつも、あれもすごくいい加減だし、設定もいくらでも変えれるし、はい、昔ながらの水銀のやつとか測ってみると、まあまあ36度から35度、36度5分ぐらいの間ぐらいで、そんなに変動はないですね。そうなんです。私自身は小学生の時は36度8分、プールの時間でみんな最初測ると思うんですけど、それで低めの女子がイケてたではないですけど、私自身はこれ熱、平熱が高いだけで熱じゃないよみたいな謎のイキリをしてました。でこの次のスライドなんですけど、日本人の基礎体温自体が 36.89 だそうです。なんか意外と高いな。はい、平均が高い。高いですね。うん、はい。でなんかこれってもうもはや微熱の域じゃないんですか。なんでしょう。微熱の話をすると、はい、一応多分一般の人も結構知らない人も多いんですけど、うん、37度5分までは微熱でもないんですよ。そうなんですか。平熱なんですよね。だから37度を超えると、結構みんなっていうか患者さんとか見てると、話してると、うん、ちょっと最近微熱があるんですよって言うんですよね。うんうん、何度ですかって聞くと37度ですって、うん、いやいやいや、めっちゃ平熱ですよっていう感じで、うん、微熱は 37.5 以上なんですよね。うんうん、37度5分からなんで、37度4点何度とかでも、まだ平熱なんですよね。じゃあ質問なんですけど、うん、はい、ひかるちゃんがさっき 35.7 って平熱おっしゃってたんですけど、うん、そういう人が37度に行った時は微熱にはならないんですか。ならないですね。あ、うん、でもなんとなく、あ、いつもと違うぞっていうしんどさは感じると思います。うんうんうん、やっぱりこうなんか ホテルというか、カッカカッカするようなイメージですよね。うん、やっぱり体がそれだけエネルギーをこう発散してるから、
しんどくなるだろうなっていうのは想像がつくんですけど、うん、なんで大事なサインですよ、うん、それはあの、うん、平熱が低い人が、うん、あの平熱範囲内37度5分以内だとはいえ、あれちょっと熱が高くなったぞっていうのは何かのサインなんで、うん、そのサインを見逃さないようにした方がいいですね、うん、体に異変が起こってるってことなんです。うん、この何かのサインっていうのはその、これ変な言い方かもしれないですけど、いいサインか悪いサインかっていう、まあ、二項対立でもないんですけれども、うんうん、例えば体の変化が起こってるっていうことは事実だと思うんですね、うんうん、で、うん、その変化っていうのは一概にこう悪いものっていうふうにも捉えなくても大丈夫、うん、どれぐらい急速に上がったかによって、うん、その捉え方が違うんですけど、徐々に上がっていって、あ、37度が普通になってきたなっていうのは、これはいいサインです。単純に考えて体の体温が上がれば上がるほど免疫力も強くなったと思ってもらっていいですか、はい、そうなん、対抗する力が強くなった、うん、エネルギーの効率も良くなった、代謝が良くなったって、もういいこと、うん、だと思っておいてよくて、うん、ただ平熱が低い人が急に上がったぞと、うんうん、急性って呼ばれている状態で上がったなって思ったら、それは異変だと思った方がいいですね、うんうん、だから保たれててれば大丈夫です。質問していいですか。私ちょっと体調が悪くなってきたなとかっていう時に、やっぱりこうちょっと悪寒がするというか、逆に言うとその体のし、なんていうんですかね、この体の感覚にすごく敏感でいようとしているので、あ、なんかちょっと体を壊しそうだなって思った時に体を温めるっていうことはしようとしているんですね。で、元気のある時はそれで走ったりとか、こう自分自身で自助力で頑張ろうと思うんですけど、うん、忙しかったり、いやもうそういう、例えば時間帯にもよるし、例えばこう夜になってなんかちょっとおかんがしそうだとか、体を壊しそうだと思った時にはカイロを貼るっていう、お風呂で温める、もしくはカイロを貼るっていうことをしているんです。で、例えば夜寝る前に、つい最近なんですけど、ちょっと風になりそうだ、ちょっと体がしんどくなりそうだって思ったので、お腹丹田のところにねとか、あと仙骨のところとか、こう風が入ってくるっていう、こう背中とかこういうところに、全部じゃないんですけれども、ちょっと体調を見ながらカイロを貼るっていうことをやってるんですけど、うん、これって自分では体温を上げきれないからこう物に頼ってるっていうのがあるんですが、こういう方法っていかがなんでしょうか。うん、まず体温を外から熱を加えて上げてやる必要はあんまりないんですよね。ここすごいこのね、大事なフレーズというか、ね、言葉がある、言葉というかね、あるんですけど、体は冷やさないようにしましょうって言うんですよ。うん、まあ、これよく聞くんですけど、けど冷やさないって人間聞くと温めようって思っちゃうんですよね、ついつい。けど温める必要はないんですよ、温めると冷やさないは違うんですよ。なるほど、同じに考えちゃうんで、ついついこれはもうね、温めなきゃと思っちゃうんですけど、温めなさいとは言ってないですよみたいな、冷やさないようにしましょうって言ってれば言ってるんですよ、医者は大体。それを勝手にこう自分の中でこう変換しちゃって、温めなくっちゃに考えちゃってるんで温めちゃってるだけであって、外から温めれば温めるの、人間の体弱くなると思っちゃっていいですよ。なんで冷やさないようにするってことだけを心がけてれば、無理にこうガンガン熱を加えて温めることは しなくていいですね。逆に弱くなっていっちゃいます。発熱機能が弱くなってくんで、その冷やさないに移る行動っ
対する行動っていうのが自分から寒くならないみたいな、そういう感じですかね。あ、まあまあそうですね、うん、なんで布団でイメージすると分かりやすいかもしれないんですけど、うん、布団って暖房機能はついてないですよね、うんうん、布団の中に潜ればあったかいですよね。あったかい、これあったかいのは自分の体温で温まってるんですよ、あれ、うん、熱を逃がさないようにしてるからあったかいわけであって、温めてるわけじゃないんですよね、うん、まあそうですね、うん、布団は冷やさないようにするためのものなんで、うん、なんで保護してやればよくて、熱を加える必要はないんですよ、うんうん、これが温めるのと冷やさないのの違いですね、うん、もう一つ聞きたいんですけど、うん、すごくそれ分かっているんですけれども、例えば暖房器具を入れていない、もう本当ただのお布団の中に、まず、はい、お布団最初冷たいじゃないですか、うんうん、それでお布団の中入って、いや、なんかちょっと体冷えてるな、あ、うん、でももう寝る時間就寝だ、寝ようってなった時、お風呂にお布団に入った途端により冷える気がして、うんうんうん、でその入眠してしまう、なんか寒くて寒くてでその体自身がこう自分自身を温めるだけのエネルギーがこう低下しているっていう状態、これも自分自身が認識していって、なので自分ではこのままもう冷えた状態のままになりそうだなと思ったから回路を張ってみるっていうことをしてみたんですけれども。なるほどなるほど、布団を温めればいいです、うんうん、そうですよね、布団を温めるのはいいです、ね、うん、体を温める必要はないんですよ、うん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 、なんで湯たんぽとか電気毛布とかいろいろあるけど、それで布団を温めるのは、あ、OK なんですよ、うん、で先に温かい布団に入る、温めておく、まあできる、はい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 、そうすると、まあ、自助力も湧いてくるというか、あったかい中に入るから、うん、で、あ、ちょっと風邪っぽいな、おかんがするなって思ったら、それは結構もう風邪の兆候になるんですよ、体を崩しかけてるんで、その時には布団の枚数を増やすというか厚くするっていうか、うんうん、重くなるようだったら、重いのが嫌だったら羽毛布団にするとか、羽毛布団の上に1枚薄いのをかけるだけでも保温力がアップするとか、そういう工夫して重さを防げばよくて、いつもより保温する機能を布団の枚数や質を変えて高めれば体は熱くなります、うんうん、ちなみにまさしさんは今布団何枚で寝てるんですか？は羽毛布団1枚で、なんかあったかいような寒い、あったかいですか？あったかい、羽毛布団ある意味最強じゃないですか、その羽毛っていう素材が、その外で寝てても、外っていうかのキャンプとか寝袋もやっぱりダウンが一番効果が高いものなんで、うん、傘が小さくなって保温力があるのは未だダウンですよね、うん、でダウンも、うん、ダウン1枚よりかは本当は上に1枚何かダウンの上に1枚薄っぺらいものでもいいからかけてあげると、ダウンの中の熱が逃げにくくなるんで、うん、保温しやすいですよね、うん、まあ、ちょっとね、ダウンをいかに効率よく使うかっていう話はまたダウン編でいくらでもできるんで、またちょっと置いといて、なんで、あ、今日大、まあ、なんか別に、僕がまとめちゃうわけじゃないですけど、はい、うん、もうめちゃくちゃみんなに忘れてほしくないのは、温める必要はない、冷やさなければいいんだっていうことを、これ一個持って帰ってもらえれば、うんうんうん、ものすごいちょっと自分の中の意識が革命的に変わるんじゃないかなっていう。そうですね、なんか最初の平熱の話にも戻るんですけど、うん、なんか自分を外から温めることって根本的な解決になってないんだなっていうのを、なんか感じた回でした、うん、ありがとうございます。もう時間が来てしまったんですが、はい、次回は3月の22日の同じ12時15分から行うので、また見に来ていただけたら嬉しいです。
今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。